高千穂消防団の山本です。昨年度消防団においては改革元年と位置付け、規定、組織、活動の見直しを行いました。部の構成を基本団員と応援団員とし、本部付けの機能別団員として女性部、指導部、サーリー創作協力部、役場部を新設しました。本年は実践元年と位置づけ、コロナ禍に配慮もしながら活動を丁寧に実践し、手直しも考慮しながら進めていきます。人口減少、超高齢化社会と時代の変化は早く進んでいます。より地域に密着し、住民の皆様に安心と信頼をいただける消防団となるべく、変化を恐れず団員一人一人が自覚と誇りを持ち活動を行います。本年度も変わらず消防団に対しご理解とご指導のほどよろしくお願い申し上げます。